じい思いしたら三人のせいだからね。同感だわ。同じく。夕方になると値引きが始まるから。テレビでやってたけど、都会の方では商店街で廃れてきてるらしいね。なんで？大型のスーパーとかができて、そっちに客が流れるんだって。なるほど。ここは変わんないみたいだね、昔からずっと。細かい買い物はスーパーの方がいいかな。それから個別のお店に回りましょう。個別のお店って？お肉屋さんとか八百屋さんとか。もしかして普段からそういうの利用してるの？うん。マジで職人みたいだね。というか常連になれば特典がついてくる時があるから。なるほどね。エマの手料理はそんなに美味しいですか？なんとなく。京介くんもなんとなくカズハちゃんつねるといいよ。私は痛いの嫌だもん。だったら人に仕向けるな。私はお菓子のコーナーにいたんだけど。結局、小豆も買うことにしたよ。あ、ほら、やっぱしあった方がいろいろと嬉しいかなと思って。おしるこでしょ。おまんじゅうの皮でおまんじゅう、どら焼きの皮でどら焼き。お菓子なんか食べたらお料理がまずくなるじゃない。ご飯食べた後に食べるとか。せっかく作るんだからお腹いっぱいになるまで食べないと。
おしるこはまあいいか。スナックは一つにして残りは戻しなさいよ。さっきリストを削ったのに、それじゃ意味ないじゃない。じゃあどれを残そうかな。さっき得点つくとか言ってたけど、それっておまけとか？うん、やっぱり味とかも違うの？値段とか。値段はむしろ高いけど、味はいいような気がする。その手のお店って安売りのチラシとかも配ってなさそうだもんね。さすがに安売りをチェックしてまで買い物はしないけど。そんな主婦チックなことするエマちゃん想像つかないや。いらっしゃい、毎度。どうも。今日は思いついたんだけど、サンデー用に変なの買わない？にゃ？変なのって？変なアイテム。グリグリメガネとかちょんまげとか。にしても今日は珍しいね。え？いや、お友達？ああ、はい。ちょっとみんなでパーティーみたいなことしようと思って。そっかそっか。いいねお兄さん、モテモテで。いつも腕なんか組んで歩いているのに、他にもギャルがいるんじゃ。今の本当？腕組んで歩いているって二人。カズハ、どうかしたの？それって変じゃない？おかしいよ。非常だと思う。そうかな。だって私たち仲がいいから。自分で言うのも変だけど。それは知ってるけど、仲が良かったとしても、だって二人は兄弟なんだし。
腕組むくらいのことが？世間には一緒にお風呂に入る人たちだっているみたいよ。いい年して。そんなのありえない。私たちもお風呂は一緒に入らないけど。でもカズハ、何を怒ってるの？怒ってなんか。わからないな。買い物行ってくる。あ、ちょっと待って。どうもカズハ、潔癖みたいね。さすがにそれはないと思うけど。待ってた方がいいかな。料理、私一人でやっちゃっていいのかどうか。お鍋、せっかくたくさんいるんだし。お邪魔します。うん、じゃあ早速支度始めましょうか。千尋も作るの？当たり前。サンデーは入れちゃダメだからね。毛が抜けるから。私も見学しよっと。狭いな。何よ。葵です。今公園に着きました。つもりなんですか？はい。
私の家もたまにしかいらないですね。電車ですよね。事故とかで遅れることもありますからね。そんなの。にぎやかですね。でも楽しそうですよね。サンデー、今空中で一回転しましたよ。もうちょっとかかるみたいですね。あ、その、ごめんなさい。寝顔を見るつもりはなかったんですけど、つい…麻生さん、もう来てますよ。いつもより早いそうですけど、今日はどうしても受けたかった授業だけにしたそうです。